お待たせいたしました。市民球場です。中日ドラゴンズ対阪神タイガース、このゲームの模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の中地、対するタイガースの先発は右の西、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなくプレイボールです。右の中地、マウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。まずは1回の表、先頭バッターは高寺。背番号67。さあ、5球目打ちました。あっと引っ掛けた、鈍いゴロ。辻本掴んだ、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番、島田。島田、背番号53。次は5球目打った、レフト前に出る、取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは指名打者豊田。第9、投げた、初球を打った、1、2塁間のゴロ、セカンドから1塁送球アウト、スリーアウト、チェンジ。中地、今日は無難な立ち上がりです。右の西、マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは浜。第9、投げた、スプリットはボール。第2球、会心の当たり、バット取れない。浜2塁を狙う、中継、ランナー2塁でストップ。浜ツーベース、ドラゴンズ先制のチャンスを迎えます。さあ、先制のチャンスにバッター上林。第9、投げた、ボール。第2球、投げた、外れた、ボール。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ。少し意識しすぎたか。投球これから4球目、打ちました。追い込んでから投げました、高め、空振り三振。高めの変化球にやられました。さあ、リプレイです。バッターは3番、ブライト。ブライト健太、背番号42。第9、投げました、真ん中にストライク、いきなり152キロ。第2球、投げました、おっとキャッチャー取れない、二塁ランナー三塁へ向かう。三塁送球、ワンアウトランナー三塁。2回の表、1点を追いかけますタイガースの攻撃。先頭バッターは佐藤。第3球を投げました、低めのボール引っ掛けた、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番、野口。背番号97。第2球、打ちました、痛烈、入れば同点だ。打球はそのままホームランだ、ホームラン、同点ホームラン。白球は無情にもライトスタンドへ、野口一振りで同点。チームメイトが迎えます。同点の場面、映像でご覧いただきましょう。左バッターボックスは6番、片山。ファースト片山、背番号。さあ、5球目外、空振り三振。右バッターボックスは坂枝。坂枝、背番号39。第3球を投げた、打ったいい当たりだ、打球はショートの右、一塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。2回の表が終わって1対1、ドラゴンズこの回1点奪われ同点とされています。3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターはいつぼ。次は5球目、投げた、打った、引っ張った、抜けた、レフトからセカンドへ。いつぼ、いいバッティングを見せました。さあ、ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。バッターは9番、遠藤。第9、キャッチャーへのショーフライだ、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。打順をトップに帰って高寺。
最初のバッター盗塁を許します。左バッターボックス2番島田、ドラゴンズ一打負け越しのピンチを迎えている。流し打ち、どうだ、レフト線ぐっと打球が上がってきますが落ちました。ヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。ドラゴンズ勝ち越しを許します。2対1、島田タイムリーツーベースヒット。ドラゴンズなおもピンチが続きます。バッターは DH の豊田、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。流し打ち、一、二塁間抜けた、ライトバックホーム。豊田ナイスバッティングです。ドラゴンズなおもピンチが続きます。ツーアウトランナー一塁三塁となりまして、佐藤中地打ちました。これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン、スリーランホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった。どうだったでしょうか、完璧に捉えられました。今チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右のバッターボックスは5番野口、第5球投げた、打った、痛烈な当たり、破った、野口いいバッティングを見せました。左バッターボックスは片山、投げた、打ちました、ショート右の当たり、リュークボールを掴んだ、リュークそのままベースに入ってアウト、スリーアウトチェンジ。最後はいい守りを見せてくれました。ドラゴンズ追う展開で迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で浜、見送ってボール、投げた、ボール、第3球を投げました、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、入るか、入るか、ダイレクトフェンスに当たった、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、タッチはセーフ、二塁はセーフ、浜ツーベースヒット、今日これで2打数の2安打。左バッターボックスは2番上林、第1球投げました、リンロー際どい球、ボール、第2球投げました、ボール、第3球を投げました、3球目空振り、タイミング合いません。第4球を投げた、打ちました、フラフラッと上がった、佐藤交代、掴んでこれで3アウトになります。リプレイをご覧ください。ドラゴンズセカンドランナー残塁、序盤終了しまして5対1です。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは坂江田、最初のバッターボックスは打ちました、打球はショートの左、リュウク取った、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番いつも、今日2度目のバッターボックス、投げた、低めいっぱい、見逃し三振、低めいっぱいに決まった。バッターは9番遠藤、第1打席はキャッチャーフライ、打ったいい当たりだ、1、2塁間の打球抜けた、遠藤ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って高寺、今日はセカンドゴロと三振、さあ打った、破ってった、中継、高寺いいバッティングを見せました。ピンチを広げてしまいました。中地降板、マウンド上は福田、今日2人目のピッチャーとして登板です。タイガース打線相手に打ちました、1、2塁間へ、石垣ボールを取る、石垣そのままベースを踏んで3アウト、2者残塁、4回の表が終わって5対1です。タイガースこの回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは指名打者豊田、打ちました、ピッチャー返し、福田今拾った、ピッチャーから一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番佐藤、今日3打点を挙げています。第6球を投げた、内角低め外れてフォアボール。バッターは5番野口、野口第1球佐藤走った、投げた、キャッチャー二塁送球間に合うか、判定はセーフ、盗塁を許します。第2球ストレートはボール、第3球は打ちました、ファール。第4球を投げました、インコース引っ張った、左へ切れた、ファール。第6球を投げました、打った、樋口掴んだ、一塁送球アウト、ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは片山、初球から打ってった、
ライトへのフライだ。浜落下点に入った。取ってこれで3アウト、チェンジ。三塁ランナー佐藤残塁に終わりました。5回の表が終わって5対1です。ドラゴンズ追う展開で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で浜ストライク、まずは見送りました。第2球投げました。打ちました。打球は左中間に上がっている。ヒットになります。打球が転がっている。中継、ドラゴンズ点差を3点に縮めました。浜タイムリーツーベース。今日これで3打数の3安打。先ほどのプレーです。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは坂枝。第6球を投げました。打った、痛烈な当たり、抜けた。坂枝ナイスバッティングです。右バッターボックスは8番いつご。第3球を投げました。ボール。ドラゴンズここはバントに警戒します。第4球を投げた。ここは送りバント。ピッチャーの左へ転がした。1塁送球アウト。ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。福田降板。左の砂田、今日3人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう。注目の投球です。先ほど打った流し、サードライナー真正面。これで2アウト。ランナーは2塁変わりません。打順は1番に帰って高倉。打ちました。これは内野ゴロ、アウト。3アウトチェンジ。2塁ランナー坂枝残塁に終わりました。6回の表が終わって5対2です。タイガースリードで迎える7回です。バッターは小野寺。1球目ストライクから。第2球投げた、流し打ち、どうだ。内野ゴロ。中島ボールを掴んだ。1塁へ送る。砂田取ってアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。ピンチヒッターは中川。タイガース続けざまに代打を起用してきます。投げた、打った、ボテボテのショートゴロ。辻本取った、1塁送球アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターは4番佐藤。今日3打点を挙げています。投球これから4球目。打ちました。1、2塁間への当たり。中島ボールを取る。1塁へ送る。砂田取ってアウト。3アウトチェンジ。砂田3人でピシャリと抑えています。7回の表が終わって5対3です。ドラゴンズここはなんとか追いつきたい。ノーアウトランナー2塁という場面で浜。今日は3人マシンで捉えた、破った。中継、加藤三塁回ってホームへ。ドラゴンズ1点返しました。浜タイムリー。さあこれでノーアウトランナー1塁。さあリプレイです。バッターは2番上林。今日はここまで3打数ノーヒット、2三振。第9投げました。初球送りバント。これはピッチャー正面に転がる。ボールを取る。2塁フォースアウト。1塁はセーフ。1塁はセーフ。ダブルプレー。8回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは野口。今日はホームランを打っています。打ちました。初球打ち、レフトの左ヒット、レフト前ヒットになった。野口いいバッティングを見せました。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。タイガースダイソー投入です。上田一塁に入りました。バッターは6番片山。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。一塁ランナー出た、外れた。ボールを2塁へ送った。これは悠々セーフ。盗塁を許します。リプレイをご覧ください。ドラゴンズ外野は浅めの守備を取ります。投げました。ここは送ってきました。ボールはキャッチャーの前、キャッチャーから一塁送球アウト。ランナー3塁に進みました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあピンチ、ここでスクイズ。サードボールを掴んだ。サードから一塁スクイズ成功。ドラゴンズここで勝ち越しを許します。6対5。今の勝ち越しのシーン、バッターは8番いつぼ。第4球を投げました。流し打ち、打球はライトへ、フェンス直撃。いつもナイスバッティングです。先ほどのプレーです。バッターは9番遠藤。
これが4度目のバッターボックス。第4球を投げます。打った、レフトへのフライになった。取りました。これで3アウト。8回の表が終わって6対5ドラゴンズ1点をリードされています。同点で迎える8回です。ツーアウトランナー1塁という場面で浜、今日はヒットが4本。第2球投げました。打った、これはいい当たりだ。入れば勝ち越しだ。ライトを見送った。ホームラン、ツーランホームラン。ドラゴンズファンで埋め尽くされたライトスタンドに吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えました。チームメートが迎えます。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。さあ、いよいよ9回に入ります。トップバッターは高寺ドラゴンズ。このバッターだけは塁に出したくないところ。第5打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。砂田降板、右の森、最終回2点差でマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。バッターは2番小野寺。第3球を打ちました。1・2塁間のゴロ、田中掴んだ。セカンドから1塁送球、アウト。さあ、いよいよあと1人。バッターは指名打者中川。スタンドからは大きな声援が上がって、打ちました。いい当たり、抜けた。中川、いいバッティングを見せました。左バッターボックスには佐藤、今日3打点を挙げています。第9、初球を打ちました。抜いていった、中継。佐藤、ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。バッターはダイソーで途中出場の上田。これが初めてのバッターボックスになります。打った、いい当たりだ。ピッチャー返し、抜けた。センターバックホーム、上田、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。左バッター、打った、流し打ち、レフト線ぐっと打球が上がっていきますが、ヒット。二塁ランナー、そのままホームへ向かった。レフトバックホーム、まずは同点。もう一人帰るか。片山、タイムリーツーベースヒット。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。右バッターボックスは7番栄田。さあ、6球目打ちました。打球はセンター浅いところ、取ってアウト。スリーアウトチェンジ。さあ、リプレイです。9回の表が終わって8対8ドラゴンズ同点に追いつかれています。試合はこれから延長に入ります。先頭バッターはいつも。ドラゴンズ、このバッターだけは打った。サード右横のフライになりました。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番遠藤。今日はここまで4打数1安打。投げた、打った、痛烈な当たり、右中間へのフライですが、ワンバウンドヒットになった。遠藤、一気に二塁へ。中継、バッターランナー二塁でストップ。遠藤、ツーベースヒットを放ちました。ドラゴンズ、ピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。森降板、左の福島、一打負け越しのピンチで登板です。タイガース打線相手にどういった投球を。タイガース、ダイソーを起用します。熊谷、二塁に入りました。打順はトップに帰って高寺。ドラゴンズ、一打負け越しのピンチを迎えています。初球を打った、ライトへ持っていった。ライト交代、ダイレクトで当たった。ライトからセカンドへ。ドラゴンズ、リードを奪われました。9対8高寺、タイムリーツーベース。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。リプレイで勝ち越しのシーンをご覧いただいています。ワンアウトランナー二塁という場面で小野寺、今日はファーストゴロと打ちました。レフトフライ、飛距離は出ていません。掴みました。ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。バッターは DH の中川、打ちました。いい当たり、ピッチャー返し、抜けた。センターバックホーム、中川、ナイスバッティングです。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。ここまで2安打の佐藤。第5球投げた、打った、レフトへ持っていった、掴んで、これで3アウトになります。
10回の表が終了して9対8、ドラゴンズ1点をリードされています。ドラゴンズ追う展開で迎える10回です。今日5打数5安打ハマースリーベースヒットが打った。強い当たり入ればどうだ、ライトを見上げた、ホームラン、同点ホームラン。ハマーこれで2打席連続のホームラン。初球をうまく捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。さあ先ほどの同点の場面です。11回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは上田。初球から打ってった、センター前進、センター方向へも取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは6番片山。今日はここまで4打数1安打打った。三遊間の当たり破った。片山いいバッティングを見せました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。先ほどのプレーです。福島降板、右の加藤、今日6番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは7番栄田。今日はここまで4打数1安打第9打ちました。初球打ち、これは内野フライ、ファースト落下点に入りました。掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは8番いつも、第5球打った、津田ボールを掴んだ、1塁送球アウト、3アウトチェンジ。一塁ランナー片山残塁に終わりました。延長11回の表が終わって9対9です。サヨナラ勝ち、ドラゴンズ見事勝利を収めました。ドラゴンズが勝ちました。勝利投手加藤優馬、敗戦投手漆原でした。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。